でね、何を食べようかな、飲もうかなということがいろいろ。ケニチです。今日はですね、あの無印のハッピーアワーに来てます。ここはね、いろいろチョイスして食べれる場所もあるということなんですけども、でお酒類なんですけど、こちら、いっぱいあるじゃないですか。いや、この中でね、何を食べようかな、飲もうかなということがいろいろ選びながら楽しみたいと思います。レッツゴー。いや、スーパートライいいかな。おしゃれですよ。このようにこういうカウンター、木のカウンターのところで大人風に飲むのもいいんですけども、別の場所でもあるということで別の場所で飲みます。おお、すごい大きいよな。どうしよう、アメリカンがいいかな、それかガーリック、ガーリックのがいいかもしれない。何を飲もうかなって、いろいろ考えたんですけども、やっぱりスーパードライですね。ではスーパードライ、場合は専用レジを通ってくださいということです。ここ大事ですね。軽く電子レンジです。こんな感じのところでね、食べれるんですよ。めっちゃおしゃれですよ。ではいただきます。そう、めっちゃ大きいで、これすごいな。乾杯。乾杯。いただきます。すげえこれ、めっちゃガーリック。幸せそうですね。めっちゃ幸せ。結構お腹にたまる。どう？豪快でええで。食べ応えある。もうでも半分お腹いっぱいになってきた。これ何人前やろ。絶対一人前ではないと思う。以前買って朝ごはんに家族を全員食べさせたから。家族4人分は普通だろうな。この縦の幅が半端ないよ。この桃のところ、すごい分厚い。何センチ？ 3センチぐらいあるんちゃいますかね。で、中の方までガーリックの味がしてます。だから飽きないですよね。でも、もうすごい汚れてるけど、このワイルド感がいい。ここめっちゃうまいで。ここ食べたら食べる、ここ。そこ皮美味しいから。皮ないしね。おいしくいただきました。最後分別してごちそうさまでした。